はい、皆さんこんにちは、こんばんは、主任数の主です、今回は形容の問題って形で因数分解せよという形で、因数分解の応用の問題となってます。普通にこういうふうに分配法則で展開していってまとめていくのもいいですが、これ9回計算しないといけません。それを簡単にする方法を考えていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はじめ、共通している文字があります。それを探すにはここですね、 A の2乗引く 2A とこっちも A の2乗引く 2A です。これを例えば M とか文字に置き換えるっていうのがすごく大事なポイントなんですね。そしたら置き換えると、そしたらこれを計算すると M の2乗マイナス6とマイナス17を足せばいいのでマイナス 23M、 マイナス6かけるマイナス17なのでプラス6174616なので102足す18です。そしたらこれ足し算したらいいので合わせます。でここから、因数分解していくんですけど結構難しいですね。やり方がマイナス15かけるマイナス8です。でここもマイナス15足すマイナス8の時に、はい、成り立ちますね。そしたらここで終了かと思いきや因数分解することができます。そうすると因数分解で、こっちも因数分解いってますね。なので答えは A たす2で A たす3そして A 引く4 A 引く5が、はい、正解となります。今回のポイントとしては文字に置き換えることで計算が早くすることができます。また、最後ここで終わるんではなくてまだ因数分解できるかどうかを確かめて因数分解できたらするというのがすごく大事なポイントでした。よかったら皆さんもまたやってみてください。そういった形で、それではまた。バイバイ。じゃあね。